体力は。あ、よし、倒した倒した倒した。3チめっちゃ回復した。素晴らしい。これだ、これしかない。ちょっと待って、鎧的なものあるかな。あの鎧的なものがないと。待って、鎧は作れるか。作れる可能性がある。かわいいわ、作れる。何、どういうこと。よしよし、鎧ある。で、待ってくださいね。この料理してる場合なのかっていう話はあるけれど、多分この辺でちょっと体力回復したら、よっ、よし、戦うぞ。33あればきっと大丈夫。いてててて、一発3ね。よいしょ。うん、あ、これ戦えないか。うん、消えた？実体化済んだ？もしかして一応やり過ごしたのか。何人死んで何人生きてるんだこれ。今2人死んで3人生きてんのか。あ、ウィッカーボトムがお亡くなりになった。これもう自利品以外の何物でもない。いや、パンフルートはね効かないんですよね。なのでここでドラゴンパイを、これで作れたと思うんだけど、レシピ間違ってたらごめん。これあー、やばいやばいやばい、産地がやばい。テントで寝れる？あ、テントで寝れるぞ。奇跡的にテント使える。あれ、ウィルソン大丈夫？春厳しい。こんなに春が大変だと思わなかったんですよね。もうほんと単純にそうとしか言いようがないんですけど。あ、やべ、ウィルソンもテントに入りたがっている。その可能性があるぞ。ちょっと待ってね、ウィルソンがテント待ちかも。でもこれ夜もう明けちゃうからな。で、ここからテルテイルを作りましょう。このアイブレラでなんとか奇跡的にどうにかなるか。あ、ドラゴンパイできてる。よし、これはおい、どうしようかな。花、草をくれ、草を。これもう一気に作っていこう。草はなさそうだね。草はなさそうかな。草は拾うしかない。あ、ここに、よし、2つ分は今から作れるぞ。よいしょ、一気に作って、幻覚倒して、産地回復して、よし、バッチリ、これで間違いない。ドラゴンパイだってあるしな。よし、待ってろよ、今男気を見せる時が。いって、ちょっと待って、あれ、これ誰。え、ちょっと待って、あれ、なんで使えないの。あ、違う、あ、これアビゲイルだ。お化け。もう一個作ったんだけど、あれ、どこ行ったっけ。あれ、2個作らなかったっけ。どっかで落とした、もしかして。ちょっと一回ドラゴンパイ食べて、で、戦います。この幻覚と僕は戦っていきます。これによって産地を回復する。2回殴れる？ 2 回殴ってるかな。2回殴れるかも。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。よっよっ、きっと勝てるはず。勝てば産地回復。痛い。倒れない。もうちょっと弱かった気がするんだけど。あれ、絶対2つ作ったのにな。1つ、あ、オッケーオッケー、産地回復、産地回復、いいぞいいぞ。
一つ多分どっか床かなんかに落としちゃったのかな。あれわかんない。この中に入ってる？入ってない。あれ気合い入れて2つ作ったはずなんだけどどっか見落としてる。これ動画見直したらいやそこにあるじゃんっていうパターンは嫌なんですけど、よっ、これは倒しとくか。いてててて、鎧着て、あ、まあ幻覚は見えなくなってるかな。もう一個気合を入れて作りたい。でも体力が辛い。体力回復するものがないんですよねって。よっ、誰の幻覚だろう。これ自分の幻覚かな。あ、どっか行ったかも。火をつけとかないといけなくってやばい、疲れてきた、疲れてきました僕よっ、もしかしてアビゲイルに1個使った判定とか出ちゃった？まさかの？そういうパターンもあるか？産地ゼロ、産地ゼロになってる。いやもう動画見直さないと分かんないな。作ったのは多分間違いなさそうなんですけど、よっよっ、よしよし、これで回復。いたとと、いてて、いやもう正直言ってね、体力をね回復するものがないので、一回テントで寝て、もう一回気合を入れてハートを作りましょう。そうしましょう。すごい見張られてるけど、よし、これでいけるはず。あ、なんか鍋の上にハート落ちてたって。多分見えな、隠れて後ろに落ちちゃったんだ多分。そうかそうか、よかったよかった。でこれでもう一個作って、ウィッカーボトム生き返らせたら、よし、全員復活した、奇跡的に。でちょっと待ってくださいね、テントを作り直しましょう。テントがもうないから、テントは使っていこう。もうそれはそうしましょうで雲の巣自体はあるはずなんですよね、探せば。なんかとりあえずテント作りたいと思います。そして狼の襲撃が来ますね。いやーちょっと狼さっき倒したような気がするんですけどねそうでもないですか。つい先ほどの感じがするんですけど、あれー、リュックサック、あ、これ僕さっき持ってたやつかな。あー、もう来てる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 。ちょっと待って待って、鎧はどこに、あ、あったあったあった、鎧があれば大丈夫。よいしょ、ここで戦っても大丈夫かな。まあ波状攻撃一気に来なければ量が来ても大丈夫だと思うんですけど、よしよし、大丈夫大丈夫、クリアできてるはず。そんなにおかしなことにはなってない。バチバチ、よっ、なんかアビゲイルがカエルと戦ってる。まだ来るか結構長いな。で食料問題をちょっと解決して、あー、ごめん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 、いや待って待って、ごめんってごめんって、アビゲイル殴ったらすぐ怒ってる。殴ったつもりなかったんだけど殴ってましたね。よっと、でテントはどうやって作るかっていうと、ロープと枝ですね。全く一つも持ってない。そして僕がミスって蜂を全部出してしまったので、それもまた致命的なミスであってほんと困ったな。よっと、そろそろ1個だけ雪玉マシーンを作っておきたいと思います。これがないといろいろと大変なことになると思うので、
どうしようかな、この辺。いやでも火から離した方がいいんだっけ、これってどうだったっけ多分ね、火も消しちゃった覚えでというか、思い出って思い出があるんですよね。雪玉増しどうせ、あ、こうか、こうかな、多分起動すると火を消、あ、だから夏用のファイヤーピットをここに建てることにしよう。だから今はこれにかぶっててもいいってことにしようかな。そうしよう、これで多分大丈夫なはず。でオフにして、あ、消しちゃった。はい、だから夏用のねやつもあるんですよね。夏用のファイヤーピットがあるので、それをまた作る準備しておいて、それをこの左側に立てるようにしましょう。そうしましょう、それでいけるはず。はい、まだ夏は来てないと思うんですけどね。よっと、ちょっとだけ落ち着いてきました。はい、それでは今回はこの辺で一旦終わっておこうと思います。拠点こんなに骸骨だらけになってこれでもウィグフリットが少し綺麗にしてくれたんですけど、それでも獅子類類いやほんと大変だったな春。いやまだ全然終わってないんですけど、みんな寝たりしながらテント使いながらどうにかやっていけると思います。はい、ということでなんか今回は本当に大変でした。カエルの雨でダメになるかなと思いましたけど、どうにか、まああれは本当に僕のパンフルートを忘れてたのが一番悪かったですけれどもはい、ということで今回も Don't Starve Together 一旦ここで終わっておきたいと思います。春をしっかりね越していきたいと思います。はい、見てくれてありがとうございます。ではまた。